コンスタンティノス8世は東ローマ帝国マケドニア王朝の皇帝。中世ギリシア語読みではコンスタンティノスとなる。ロマノス2世の次男で帝国に最盛期をもたらしたバシレオス2世の弟にあたる。長く共同皇帝の座にあったが、実権は兄が持っており、政治に関与することはなかった。ヨハネススキリツェスの年代記によると、幼少期はペゲの宮殿におり、 ヨセフ・ブリンガスと対立していた観ンでン祖母の弟のバシレオス・レカペヌスがパラコイモメノスを務めていたと記している。ミカエル・プセルロスによるとバルダス・フォカスの反乱においては兄と共に出陣し主力のやや前方の舞台にいたと記している。ヨハネス・スキュリテェスの年代記でも兄より先に都会したとしている。1025年に 兄が子供を残さずに死去したため制定に即位。しかし、すでに60歳を過ぎており、また政治経験もなかったことから、政治は宦官に任せて、自らは宴会や戦車競争などの娯楽にふけるだけだった。他国からの施設が来てもボードゲームに熱中していたり、古代ローマの検討士競技を復活させて自ら野獣相手に戦ったという。 このような状態であったので、バシレオス二世が残した、莫大な国家財産は浪費され、また東方や北方で、反乱や異民族侵入の兆候があったにもかかわらず、何の対策も取られなかった。この協力的な皇帝の下で、帝国は衰退を始めた。コンスタンティノスには、男子がいなかったにもかかわらず、後継者を選ぶことも怠っていた。死の床について、 ようやく次女のゾエと元老院議員で首都長官のロマノス・アルギュロスを強引に結婚させ、間もなく死去。ロマノスがロマノス賛成アルギュロスとして即位した。ありがとうございます。